い、どうも、まさるです。はい。ということで、今回は、ハロウィンメイクということで。はい。はい。やっぱり今、もう、ギリギリハロウィンなんで。いや、重っくそハロウィン。そうですね。僕はこれ、投稿した多分、もともとはあれなんですよね。30日がハロウィンなんでしたっけ ?31 じゃない31か。いや、ごめんごめん。俺もわかんないわ。31じゃないのかなって。31にしましょう、もう。はい。なギリギリハロウィン。めっちゃアバウトなんですけど。まあいいえ。まあハロウィンということで。うん、はい。もう今いろんな人がね、はい、ハロウィンメイクしてると思うんですけど、うん、僕がこの相当なハロウィンメイクをして、どんだけこうハロウィンに溶け込めるかと。おお。はい。そこをちょっと目指していこうかなと思って。自分でメイクするってこと？自分でメイクするかわかんないですけどね。やばしましょうよ、しましょうよ。自分でメイクします。うん、しましょう。ということで、それで自分でメイクして、うん、もうハロウィンメイクをみんなに見せつけてやろうと。ああ、なるほど。そういうチャレンジを今回させてもらおうかなと思ってます。はい、あ、いいと思いますよ。マサルチャレンジ第5弾。はい、ハロウィンメイクでございます。はい、ということで早速、はい、それじゃあ早速メイクの方をやっていきたいと思います。はい、まずはもう全体的に白をまず塗っていこうと思いまして、はい、こちらの動乱白を、うん、使っていきます。うん、で、ここのこのこのここのライン、はい、このラインも塗らなくていい。あ、わかりました。このラインね。めっちゃ歯が飛ばしてる。ちょっと変わらない。ということで、まず真っ白な感じが塗れてるわけですけど、こっからどう変わるのか。あー、いったね。口、あ、いったね。ちょっと違ったね、唇だったんだけど。はい、完成でーす。え、これ完成なんすか。これなんかめっちゃなんかしょぼくないですか。なんかさ、あれ見たことある？あれ見たことある？あのデスノート。あれがリュウク、リュウク、リュウク。あの、じゃあ、でもちょっと怖さあるやん。こっからよ、こっから。まずはここまで来ました。これもほぼ完成の状態なんで。早いな。はい。ま、早かったんすか。めっちゃ早い。そんなこだわってないし。めっちゃ早かったんですけど。とりあえずでもこれで。うん、これでなんかちょっとハロウィン感出てないですか。これ。デスノート感の方が出てるけどね。どの顔が一番いけないの。それめっちゃおもろいや。それおもろい。それおもろいや。最初のがいいな。それおもろいね。それすぐ戻していいよ。せーの。あ、いいよ。いや、全然なんかおもんないね、君みたいな。いや、いいよいいよ。本当ですか。うん、なんかおでこやっぱちょっと欲しくなるね。そうですね。おでこがなんかちょっと物足りないですよね。うん、あー、めっちゃいい。あ、めっちゃいい。なんか全然違うぐらいですね、さっきと。全然違うね。You believe that you are special. Yes. That somehow the rules do not apply to you. Yes. You have a problem with authority. There's this. はい、ありがとうございます。ハロウィンですね。もう完成しましたね。完成しましたよ、これ、うん、結構クオリティ高くないですか。僕、すみません、ちょっとこれおこがましいかもしれないですけど、うん、見てる人からしても、うん、自分ちょっと100点あげたいぐらいの勢いする。だって初めの前半とかもだってもう黒、赤だけだったじゃないですか、白、うん、ここからいろんなパーツが増えて、やっぱ違いますね、こういうこうちょっと細かいパーツができるだけで。そうだね。
これを皆さん参考にして。参考にすんの？これを参考にしてるから、これぐらいの勢い大事だぞっていうことですよね。結構もうこれ初めてじゃないですか。だっていやまあもっとできるけどね。いやこれ以上でもいったらなんかちょっとやりすぎるのも出ちゃうかもしれない、まあ、僕でもこれぐらいが一番だと思うよ。俺だったらもうほんと包丁とか持ってきてマジでマサル君の方を食う。いやいやいや、それ大事件だよ。大事件ですよ。マジの傷つくのかな。どうでした？そうですね、いやもう本当にもう結構もう僕今ウキウキなんで、ね、ハロウィンの衣装もそうですこのままちょっと渋谷行ったんですよ。本当に言ったね、マジで行くコーナー。いやいやいや、時間的にちょっと厳しいと思う。じゃあ嘘ついたシアンくんやっぱ S ですね。S ですね、もう相当攻めますね。いやいや嘘が嫌いなだけ。まさるくんすぐ嘘つくから。すいません、ほんとすいません、僕嘘つきです。いい感じだね。はい、でもこれもこういうメイクも、うん、実際あのやっぱ手軽にできると思うんで、うん、はい、実際かかった時間もまあ1時間もいってないし、うん、まあ、3、40分ぐらいです、うん、なんで皆さんも今年のハロウィンは、うん、ぜひね、まあこれ今日、投稿されて明日がまあハロウィン本番と思うんですよ多分ね。はい、多分本番なんで、うん、なのでそれに向けてね、いろんなまだ皆さんいろいろ悩んでると思うんですけど、これを参考にしてね、これを参考にして、ガスクワー、はい、まあ楽しみましょう、ハロウィンを今年の一緒にね、みんなと一緒に、はい、皆さんで楽しみましょう。はい、はい、ということで、まあちょっとこのままの顔でいいのもありますけど、はい、次回予告ということで、はい、次回はなんと、はい、ついにこのマサルチャレンジ、うん、5回やってきて、うん、累計回あの再生数、はい、発表でございます。はい、と言ってもすいません、あのすでに僕あのちょっと自分でまあもちろんチェックしてるんですけど、はい、あの目標ですね、200再生、5日間の5日間のトータル累計再生数が200です。はい、あのすいません、もういっちゃって行っちゃったね。もうちょっとふんみたいな感じで言ったけど、うん、これもすいません、あの、うん、皆さんのおかげです。本当にありがとうございます。本当にありがとうございます。200再生達成しました、はい、ありがとうございます。ありがとうございま す、はい、うん、これからももっとちょっともっと上を目指せるように、うん、ステップアップできたらと思います、うんうんうん、皆さんぜひぜひ今後もチェックしてください、うん、っていう感じで、あの200再生突破したけど、そうですね、はい、でも合計再生数は、はい、ちゃんとカウントしたいもんね。そうですね、200からどんだけ越したのかっていうのは、そうなんですよ、明日の、そうですね、まあ、できればこんぐらい行きたいなみたいな結構あったりするんですけど、うん、まあでもそれはちょっと明日に、明日発表で、はい、ちょっと任して、はい、はい、僕は見ないようにしますので、そこは、はいはい、わかりました、はい、ということで、すいません、でも決定っていうことは、うん、こちらの、すいません、うん、あの何、ゴチ、ゴチなれるってことですか？俺そんなこと言ったっけ？そもそも始まりに言ってますよ。始まりに言った、はい、いや、いいですよ、冒頭で言ってますよ。いいですよ、いいですよ。マジですか？はい、何でもいいですよ。いや、まあ当時は僕、あの当時、まあ、5日前ですけど、うん、5日前は、うん、もうちょっと自信なかったんで、うん、実際これ本当これ以上なんかさらに鋭い痛みみたいな感じ言ったんですけど、うん、ビンタめちゃくちゃ痛かったんですよ、うん、デコピンも相当痛かったんですよ、うん、で、まあいろんな方からコメントもらって、はい、あれ相当痛そうでしたね、うん、次何来るんかな、もう針的なもん刺されるからいろいろ想像してたんですけど、うん、もう今日でやっと解放されました。そうだね、はい、よかったね、もう晴れて達成したから、それがもう針じゃなくてご飯ですから。そうですよ、大好きなご飯食べれますから、うん、よかったですね、はい、いや、よかったです。まあちょっとその映像もね、ちょっと次回お届けできるんで、ね、次回はなんで、あのまず発表して、うん、でそれからちょっとご飯を食べに行ってるこう風景を、うん、みんなに楽しんでもらおうかなと思ってます、うん、はい、ということで、はい、今回はハロウィンメイクということでした。ありがとうございました。いや、はい、ということで、12月10日ですね、うん、四ツ谷ロータスの方でマッサルワンマンライブ、ショーミーザレインボー、うん、開催いたしますので、はい、ぜひぜひ来てください、もうね、本当にこの動画ずっと続けて少しずつですけど、あの予約、事前予約もいただいたりとか、うん、あの当日予約できますかとか、うん、当日、まあ、券ありますかとか、そういうお問い合わせが来たり、本当に、まあ、反響が少しでもあるなと思って、この YouTube ものすごく感謝してます。皆さんのおかげです。ありがとうございます。ということで、またね、明日お楽しみに。それでは。
バイバイ。